イシュトバーン3世は、ハンガリー王国、アールパード王朝の国王、ゲーザ2世の長男。母親は、キエフ大公ムスチスラフ1世の娘エフロシニア。彼は早くに、父より、後継者指名を受け、10代で即位したが王座は、盤石でなかった。父の弟たち、ラースローとイシュトバーンが、東ローマ帝国皇帝マヌエル1世、コムネノスの庇護を受けて、 コンスタンティノープルで生きていたからである。1162年に、イシュトバーン3世は、エステルゴーム大司教ルカスの手で王冠を受けた。しかし間もなくして、マヌエル一世異軍がハンガリーへ侵攻。男慶年長者相続性を支持する貴族らが、ラースロー支持に回ったことから、彼はポゾニエを持ち伸びた。イシュトバーン3世は、ルカスの下で宮廷を持つに過ぎなかった。 戦勝者ラースロー2世の退官を遅らせたルカスは逮捕された。1163年にラースローが休止すると、次の王にシュトバーン4世が押された。新王は妥協することなく東ローマ帝国の要求に従ったため、ハンガリー貴族の間に不満が広がった。不満を抱いた族長、ツザークラが反乱を起こすが、ほどなく鎮圧されてしまう。同じ頃、 イシュトバーン3世は神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世の援軍を受けて1163年9月に聖ケシュフェヘルバールでおじイシュトバーン4世異軍を撃破し彼を逮捕した彼は王位を取り戻すが大司教ルカスの中言に従いおじを釈放イシュトバーン4世は東ローマ帝国へ亡命したマヌエル1世コムネノスはハンガリーをまだ諦めていなかった彼は ハンガリー南部へ兵を進めた。しかし、イシュトバーン3世は皇帝軍の撃退に成功し、和睦を結んだ。1164年、再びマヌエル1世コムネノスは、ハンガリー王帝、ベーラ公が所有するクロアチアとダルマチアを狙い、遠征軍を派遣した。ボヘミア王ブラギスラフ1世、オーストリア公、ハインリヒ2世、ハリーチ公、 ヤロスラフ一世の援軍を得たイシュトバーンは皇帝軍を迎え撃った。ボヘミア王の仲介でイシュトバーン三世は皇帝と和睦を結びセレームゼーグを東ローマへ譲った。1165年初頭セレームゼーグを再征服しポゾニー要塞を獲得したイシュトバーン三世だったがマヌエル一世はすぐにこれらを奪還しボスニア、クロアチア、 ダルマチアをも征服してしまった。1166年、イシュトバーンはこれら失われた領土を再征服すべく遠征するが、失敗に終わった。1168年、オーストリア公ハインリヒ2世の娘アグネスと結婚。岐阜となった、ハインリヒ2世軍の援軍は、ジモニー近郊で敗退する。イシュトバーン3世は、教会の所有する財産を使うことで、 東ローマ帝国との戦争を続行した。これが原因となって、大司教、ルカスと対立し、彼は、教会法で懲罰された。また、彼は、テンプル騎士団に対し、ハンガリー国内に領土を授けた。1172年、聖地へ巡礼に向かう、途上のハインリヒ2世と会っていた頃、突然イシュトバーン3世は、病となり急死した。遺体は、 エステルゴムに埋葬された。ありがとうございます。